ソウル市内の地域区分番号2004年のソウル市バス運行体系改編とは2004年7月1日にソウル特別市が実施したバス運行体系の抜本的な改編のことを言う。中央バスレーン区間の停留所改編以前のソウル市内のバス運行体系は一般バス、座席バス、マウルバスの3体系であった。バス運行体系を利用者に分かりやすいものとすることで 自家用車からの通勤利用等の転移を促進し、また、観光客等にもバスを利用しやすくするという、目的から大規模な改変が行われ、2004年7月1日以降は、機能別に赤、青、緑、木の4体系に再編された。路線番号体系は、ソウル市を8つの地域に分けて時計回りに0から7まで8つの番号を定めた。終点の区域番号が A で、 起点の区域番号が B だとすると青色の場合、ABX、緑色の場合、OBX となる。黄色の場合は循環する区域番号 C に従って、CX、赤色の場合は、起点の区域番号の前に Q をつけ Q、DXX とする。運行体系の改変と合わせて、都心部での運行円滑化のため、バス専用中央車路線が導入された。また、 t マネーを使用して地下鉄と乗り継ぐ際は投資で計算するようになった。ありがとうございます。